ありがとうございました。まあまあホームコースなんで楽だもん。凛太郎さんが来なかったんで、途中から全然来なくなっちゃったからどうかなと思ったけど、まあまあ、いや面白いですよ、やっぱりここは本当峠道みたいな感じでね、面白いです。ありがとうございました。ちなみに、はい、何割ぐらいなんですか？8割ぐらいかな。あれが本番になるともっといくんでね、あれですよ。でも一周で多分3秒ぐらい遅いぐらいです、多分。あれが前回だと3秒ぐらい早くなるぐらい。リスクも高くなるからね、危ないですからね、本当に。ありがとうございました。さあ、遊戯阪神ルーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。